続いては最低賃金のニュースです。こちらは過去5年間の長崎県と全国平均の最低賃金の推移です。長崎県は2019年には790円でしたが、この5年間で100円以上上がり、去年898円となりました。ただ全国平均も同様に上昇しているため、金額で見ると全国で最も低い額から去年は下から4番目の額と大きな変化は見られません。この長崎県の最低賃金改正に向けて労使の代表らが話し合う審議会が今日から始まりました。毎年各都道府県で労使の代表らが調査審議をする最低賃金。長崎県の最低賃金は去年過去最大となる45円の引き上げで898円となり、全国では下から4番目の額となっています。物価高騰が続く中、長崎労働局は今日、国の賃上げの方針も踏まえて議論することを審議会に要請しました。大幅な最低賃金のアップを目指していきたいと。格差の是正、そういったところも踏まえてですね、今度の最低賃金の審議会に臨みたいと。一方で使用者側は、原材料費などの高騰が企業の経営を圧迫していることから、客観的なデータをもとに議論をしたいとしています。人件費のアップがすごく負担になっております。特に中小零細企業ですけれども、支払い能力を見た上でですね、しっかり議論させていただきたいと思います。長崎県の最低賃金は中央最低賃金審議会が示す引き上げ額の目安も参考に、来月5日に労働局長に答申される予定です。